こんにちは、ヨウムさんです。霊夢さんです。マリサさんだぜ。あれ、今回はヨウムもこっちサイドなのか。誰か特別ゲストでも来てるの？特別ゲストというか、新入りさんが今回から来るんです。サムネでバレてるので早速ご紹介しましょう。こちらです。あたいだよ、チルノだよ。なるほど、確かにこの企画には適任だね。そうだよ、なんで呼んでくれなかったのさ。そりゃあだって立ち絵がなかったんだもん。そんなめたい理由はせめて隠してください。おいちょっと待て、確かにフニチカさんの立ち絵にはチルノがなかったよな。そして今も公開されていないはずだ。まさかお前、また。その通りですよ、この立ち絵はまだ一般公開されていない、うつ主からのリクエスト絵でございます。ここだけのチルノだよ。すげえな、ついこないだ別の立ち絵の新規差分も書いてもらったのに。いろいろとご縁がありまして、こんなにありがたいことをしていただけました。フニチカさんには感謝してもしきれないね。ありがとねー。ところでフニダカニチカダカ知らないけど、その人って誰？ほぼ知ってんじゃねえか。それが答えですよ。まあとにかくこの立ち絵の絵柄を想像しながらフニチカさんの動画を見に行ってください。あなたは数分後しまったと言うでしょう。それは草。なんだかよくわかんないけど、チルノが来たからにはこのワールドは安泰だね。今回は探索に行くんでしょ？チルノに任せなよ。おう、任せたぜ。じゃあ探索の前に、探索を便利にする装備を作りましょう。やはり探索というもの、空が飛べなければ色々と不便です。あたいはデフォルトで空飛べるけど？この世界では飛べないの。デフォルトっていうな。空を飛ぶために、ジェットパックを作りました。これはメカニズムのやつですか？ふーん、なんだかよくわかんないけど凄そうだね。そして、このジェットパックは、さらに強化が可能です。ダイヤモンドダストに鋼鉄ブロックという、すごく硬そうな素材を組み合わせて、装甲ジェットパックの完成です。新幹線すごい硬いアイス。このジェットパック、過去のジェットの弱点であった、防御面を改善したものです。同装備にジェットパックを装備すると、防御力が下がってたからね。じゃあ、この装甲なんちゃらは、ちゃんと防御力があるの？そうなんす。この装甲ジェットパックは、なんとダイヤ装備より高い防御力を誇るのです。マジか、ダイヤより強いのか。それってチートじゃない？あたいみたい。具体的には、このメカニズムで追加される、黒曜石装備と同じ防御力です。過去のバージョンでは、黒曜石装備で固めることで、ダメージを無効化できたのですが、マイクラ本体の仕様変更により、今は無敵ではなくなりました。その無敵だった黒曜石装備で、死んだ人がいるってカンペに出てるよ。3年前の話ですよそれ。カンペって言うな。で、このジェットパックですが、電気では動きません。不思議エネルギーで動くんだね。水素で動きます。そんな普通な返事をしなくてもいいじゃないか。ということで、水素を作るために、別の装置が必要になります。電解コアを作りの、電解分離器を作りました。あたい知ってるよ。中学校の理科の実験でやるやつだ。水を分解して水素になって、ドカーンってなるやつだね。ドカーンとはなりません。まあ前半は合ってて、水を電気分解して、水素と酸素を作り出す装置です。ちゃんと現実と同じように、水素が酸素の2倍になってるんだな。酸素も、また別の使い道があるんですよ。では、しばらく水素をジェットパックに貯めて、そしたら探索に出かけましょう。わーい探索だー。まだ満タンじゃないけど、これだけあればいいよね。早速装備して、お空を飛ぶのだ。落下ダメージにはご注意くださいね。ちなみに落下ダメージを無効化する装備もありますが、まさかの素材不足で作れませんでした。さて今回の探索目的について話すぜ。今回の目的は2つ。1つが村の発見だ。発見したら、チルノ村と名付けるよ。そして2つ目は、大きなコロニーを作るための、大きな氷河地帯の発見だ。こっちも見つけたら、チルノ氷河と名付けるね。お好きにどうぞ。この二つだ、頼んだぜチルノ。あいよー。ブーンブブーンブーブブーン。チルノ様のお通りだい。今回は、西の方角を主に探索してもらうよ。西の方角には大きな氷河がありそうだからな。すでに埋めているマップの端を見る限り。氷といえばチルノ、チルノといえば氷。大きな氷河を見つけて、あたいの国を作るんだもん。ところでお前、ベッド持ってくるの忘れてね。いやいや天才チルノがそんな忘れ物するわけな。忘れてました、取りに帰りました、ごめんなさい。これは先が思いやられますね。ベッドを取りに帰るついでに、影モッドも入れてきたよ。外を探索するときは、影を入れたいですよね。それじゃ、探しながら、雑談でもしようよ。うちでそれをやると、お薬トークが始まるが？なんでやねん。まあ、今回は普通に雑談をしましょう。チルノ、紅葉についてはあんまり知らないんだけど、入れた方がいいモッドってあるの？
そうですね。個人的にメカニズム、RF ツールズは必須ですね。主に採掘機械が便利なんだよね。前作でも出てきたデジタルマイナーとか、巨大なサラチを簡単に作り出したあれか。それって両方使うの？どっちかじゃダメなの？どっちも便利なんです。まあそのうちどっちも出てくるので、お楽しみに。他に便利なモッドといえば、輸送補助のトランスロケーターとか、電力を無線で送れる、フラックスネットワークですね。あとはやっぱりリファインドストレージですね。あの倉庫一括管理は癖になります。アプライドエネルジスティクスと意見が割れそうだがな。他にも好きなモッドがありすぎて、語りきれませんね。いっぱいありすぎて値にはわかんないや。工業のお勉強ができる、そんな遊び方はないの？三本の針もチンプンカンナチルノには無理だぜ。うるさいやい。まあ真面目な話、工業をしっかり学ぶなら、モッドパックがおすすめですよ。FTB アカデミーというモッドパックが、お勉強しやすいように作られてるらしいですよ。チルノのパーフェクトモッド教室が開けそうだね。0909009009009009。あの時代のニコニコは本当に良かった。突然ネット老人にならないでいただけます？ある程度工業の基礎を学んだら、スカイファクトリー3をやるといいですよ。あれは4まであったはずだが、あえて3なのか。4はちょっとマニアックな構成だからね。3が一番いいと思う。プレイ動画も数多く上がってますし。そういえばうちも昔上げてたな。そうやって昔の動画に誘導するんだね、あたい知ってる。諦めました。諦めるの早すぎでは。寝たくなるけど、この収録、うぷ主がお仕事に行く前にやってるんだよね。朝7時の収録なんだよね。で、地図の左下を広めに探してたんだけど、ありそうもなかったよ。それで出勤時間が来ちゃって、諦めたわけですか。でも、大きそうな氷河は見つけたよ。ここ、結構広そうな氷河じゃない？確かに、ここならコロニーを作るのにいいかもね。でしょ？チルノ氷河って名付けていい？いいぜ、チルノが見つけたんだからな。やったー。だがしかし、本当に村って見つかるのかな？見つからないと、エメラルドがないので困るんですよね。山岳は生成されないからな。まずは、工業をもっと進めて、移動速度を速くする装備とか必要かもよ。あのジェットパック、空を飛べるのは便利だったけど、スピードは普通と一緒だったもん。氷の上は走る方が速いから、ジェットパック切ってたよ。そろそろ、工業の軽い縛りは解除しましょうかね。そんなところで、今回はここまでのその前に、告知があります。明日日曜日の夜、ボイスロイド巣窟祭という、マイクラのイベントに参加します。それはどんなイベントなんだい？マイクラのボイロ実況者さんが16人集まって、4チームに分かれて対戦するイベントです。氷上でボートレースをしたりだとか、トロッコに乗りながら浮かぶ的を弓で狙ったりとか、4棟のビルに分かれて拠点を守る、攻城戦を行ったりとかやります。チルノ、氷上ボートやりたい。競技もそうだが、建築もすごいんだぜ。最近のマイクラはゆっくり実況しか上げてないけど、一応ボイロ実況者だからね、うちは。明日は配信もやるので、見に来てくださいね。そしてもう一つ、チルノの滝への一般公開についてですが、編集時点でまだ決まっていないので、次回にお知らせしますね。それまではこの動画で、ここだけのチルノを眺めるのだ。では、そんなところです。また、次回をお楽しみに。